皆さんこんにちは。今日はヨーロッパユニバーサリス4をやっていこうと思います。このゲームは1444年から1821年の間の世界中の国で遊べる歴史シミュレーションゲームです。今回はこの対馬の層でプレイしていきます。目標はモンゴルを征服するか属国にするかです。このゲームでは国ごとにナショナルアイディアという固有の特性が存在します。層はこんな感じになります。海軍特化といった感じですね。ちなみにこれは日本語版ウィキから拾ってきたものになります。執筆者の皆様ありがとうございます。時代は1444年、現行から約200年経っています。層が治めるのはこの対馬のみ。ゲームで言うと1州になります。州には開発度という豊かさを示す数値があるのですが、対馬は低い上に内政するのも厳しい場所です。そんなことを言ってるとイベントで応仁の乱が発生しました。戦国時代の幕開けです。このゲームはこの通り世界中の歴史イベントが登場します。我が層もこの波に乗っていきます。とか言ってたら新しいイベントが出ました。これは層の固有イベントです。これを取ると層が海賊共和国という生態になります。海賊共和国になると海賊として周辺の海域からお金と水兵を奪ってこれます。層のような小さな国にとっては数百年分の収入が手に入ります。早速やってみましょう。ポチッ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 。一気に資金が200ダカット近く増えました。ダカットというのはこのゲーム内でのお金です。もともとはエネティアで使われていた国際通貨だそうです。早速このお金で傭兵を雇います。傭兵はめちゃくちゃお金がかかるので本来はそうみたいな国は雇えないので、ほんと役立つ様々です。ちなみにこのゲーム、借金して無理やり資金を増やせるのですが、借金をしすぎると破産してしまいます。しかも借金の額は歳入によって変わるので、層の歳入だと1回の借金で2ダカットほどしか貸してくれません。雇った傭兵を頼みに大内に宣戦布告します。周王、筑前を手に入れて本土に共闘法を築きます。敵の同盟国は一色、伊藤がいます。こっちも念のため領土割譲を餌に島津を誘います。もちろんあげません。戦国時代は昨日の友も今日の敵なのです。これは政府改革という政体ごとの要素です。層は海賊共和国ですが、日本語訳だと海賊大名になっています。そろそろ講話の時間です。いつの間にか周王が細川にハイエナされていました。仕方なく筑前と日向だけもらいます。ちなみにこの層、海賊になるとトップが松浦層秋伐という人に変わります。松浦党は海賊州として有名だった肥前の大名です。秋伐は朝鮮の記録に出てくる強大な和光ですが、詳細は不明です。さて菊池がいつの間にか九州を支配していたので宣戦布告します。もちろん今回も傭兵を雇っています。海賊行為で得た金で領土拡大するとか鬼畜の所領ですが気にしません。3倍近くの数で殲滅。あとは領土を占領して回るだけです。そういえばさっきの松浦党も秋伐も層とは関係ありません。秋伐に至っては本名かどうかもどんな人間だったかもわかっていません。和光つながりということで入れたフレーバーでしょうね。ちなみに共和国なので秋伐さんの次からは選挙で次の大名が決まります。選挙で決まる大名ってなんやねんという話ですが、選挙といっても選択肢の中からプレイヤーが選択するだけです。一応このゲームは大名という生態が存在します。大名は京都を支配すると幕府という生態に変わることができます。幕府生態は正直ぶっ壊れ性能なのですが、それについてはまた今度にします。ただし対馬は海賊共和国なので京都を取っても幕府にはなれません。そして熊本城を落として全土占領。この時代ならまだ菊池城かもしれない。しかし残念ながら全土併合はしません。このゲームには侵略的拡大という数値があり、短期間で拡大しすぎると周囲の国に包囲網を組まれてしまいます。というわけで、薩摩だけ残して講話。そして戦争が終わったので海賊のお時間です。海賊は10年ごとにしかできないので、戦争の合間にやっていきます。略奪、侵略、略奪、侵略といった感じに繰り返します。これは蛮族。そういえば前に2チャンネルで原稿の際にモンゴル軍が鎌倉武士の蛮族っぷりにビビったとかいう話があったんですけど、あれ、いくら探しても元ネタが見つからないんですよね。
どこから持ってきた話なんでしょうか。まあ実際武士道とか言い出したのは江戸時代になってからの話ですし、別のゲームみたいに誉れ誉れと言っていたのとは全然違ったのは間違いないと思いますけどね。鎌倉時代の武士は漁師というよりまだ軍人的な要素が強かったので、だいぶ現実主義的だったと思います。実際当時書かれた兵法書なんかにも、仁義とは戦が始まる前までのもの、とか書いてたりしますし、というかいつの間にか大内が復活してたので宣戦布告。実は少し前に細川が山名に攻められてたんですけど、その時ついも参戦してて四国以外の領土全部取られたんですよね。で、その時に大内が復活して、勢力を拡大していたと。まあおかげで楽に本州に進出できたんですけどね。正直前世紀の細川と戦うよりは楽に済みました。一時期中国と四国全部取ってましたからね。海軍もこっちより多かったから船作ったりしてたんですよね。そんなわけで講話のお時間です。侵略的拡大がきついな。細川の二の舞になるのは避けなければ。傭兵も一部隊が限界だし。こんな序盤でやられたら精神的に辛い。それに君主点も欲しいし。君主点というのは毎月君主の能力に応じてもらえるポイントです。このゲームは大体何をするにもこれを使います。領土を取りすぎるとこのポイントが足りなくなります。というわけで、山陰地方を残して講話。要塞がある出雲を取りたかったんですけど、請求権を捏造してなかったんですよね。請求権がない州を取ると、一気に侵略的拡大が上がります。は。細川が宣戦布告してきました。いよいよ包囲網組まれたかな。って一人だけかい。兵数も少ないしこの AI バカじゃないの。まあどうせ包囲網組んだと思ったらみんな戦争しててそれどころじゃないみたいな感じだったんでしょうね。おかげで弱体化した細川だけとか楽勝ですよ。まあそんなこと言ってたら負けるんですけどね。しかし一回負けてもなんとかなりますし余裕余裕。同盟国の武田も来てくれてるし。ちなみにこの世界の武田は関東に勢力を拡大しております。ちなみに大名はみんな足利の属国なので日本中歩いていけます。なんで属国同士が戦争してるのかとかは戦国時代だからしょうがない。このゲーム普通では同じ国の属国同士は戦争なんかできません。しかし宗主国が幕府なら戦争できる。ちなみにこのゲームだと江戸幕府になっても戦国時代が続いてる。やべえ、筒井も攻めてきた。同時に二つの戦争とかやめてくれませんかね。というかお前も少ないし。ほんとなんで攻めてきたん？今回の AI ちょっとおかしいな。まあさすがに傭兵を雇いますけれども。なんで一緒に攻めてこなかったんですかね。2対1より1対 1×2 の方が楽ですよ。同じ包囲網に入ってたはずなのにおかしいな。細川はこれで終了。筒井もこれで終了。だけど包囲網がきつい。足利も余裕で高いからいつ前大名が敵になるかわからん。このゲーム足利にも宣戦布告されることあるんですよね。当然前大名は敵になるし、大抵同盟国も来てくれない。というわけで、賠償金だけもらってこうは。喜べ。殺すのは次にしてやる。とか言いつつ海賊海賊。やっぱりこれが一番楽ですね。ワンクリックでお金がどんどん手に入る。やべえ、変な詐欺広告みたいになってしまった。まあ詐欺師も海賊も同じようなものでしょ。海賊共和国のまま幕府になれたらもっと良かったけど、確かにこれで幕府になれたら強すぎだから仕方ない気もしますね。もう足利が他の大名を併合し出したからちょっと急がないと。このゲームだと宗主国が属国を併合できるんですよね。だからもたもたしてたら他の大名が併合されて足利と戦う時に辛くなってしまう。とか言ってたらアイディアが解禁されました。これはアイディアと言って追加のバフをもらえるシステムです。1個のバフを得るのに君主点が400ポイントかかります。今回は最初に植民アイディアを取ります。これを取ると国がない土地に植民地を作ることができます。日本プレイでは大体最初は東に進んで新大陸を目指すのですが、今回はそっちには行きません。南に植民して中継地を増やした方が海賊できる範囲が増えるからです。新大陸もメキシコあたりまで行けば役立つできるのですが、植民できる距離はまだ短いので時間がかかります。とか言ってる間に停戦期間が明けたので筒井に宣戦布告します。今回も傭兵を雇っています。敵の同盟国に菊池がついてきたので、ついでに九州統一と行きましょう。特に見どころもなく終了。はい、二つ目のアイディアが解禁されました。二つ目は統治アイディアを取ります。
当地アイディアは君子店を割引できるので早めに取っておきたいです。というかいつの間にか中部地方が足利に吸収されてる。特に要塞がある越中と美濃が取られたのは面倒くさいな。ちなみに要塞の元ネタは越中は七尾城、美濃は岐阜城が由来だと思います。出雲は合算戸田城で筑前は立花山城かな。占領が終わったのでそろそろ筒井智子は。どうしようかな、包囲網も怖いな。でも大名の数も減ったし猛気にする必要ないんじゃないかな。でもやっぱり君子点が足りてないから全部取るのは無理だな。というわけで芝は残してこうは。この間に足利に吸収されませんように。やっと植民者を手に入れたので入植できます。まずは台湾に植民して豊かな江南地方を略奪します。ここら辺とマラッカ海峡は豊かなので海賊の死骸がありますね。やばい、共和国伝統が下がってきた。共和国は伝統が下がると選挙が行われなくなって国家元首がいなくなってしまいます。そうなると戦争ができなくなって時間ロスになってしまいます。そうなる前に大内に宣戦布告。ちなみに海賊共和国は上下するイベントが多いので上げ下げすることは割と簡単です。大内は伊達と同盟していました。これを機に東北も併合してしまいましょう。ちなみにこっちの同盟国はみんな足利に吸収されてしまいました。足利許すまじ。というか目標のモンゴルと戦うにも、属国は自由に戦争できないから、足利と戦うのは避けては通れない道。今までの戦争は大名同士だから自由に行えていたことです。そうはもう大名じゃないけど。なんだろう、日本語訳だと海賊大名になってるけど、海賊共和国政体と大名政体は別物なんですよね。あ、お気づきかもしれませんが、首都対馬から筑前に移しています。理由は一州だけの島だとデメリットが大きいのと、筑前の方が州の開発をしやすいからです。このゲームは農地、平原、森、山といった風に、州の地形によって開発のしやすさが変わります。筑前は平原でした。次は農地の摂津を開発していきます。思ったより要塞に手こずってるなぁ。というか合算戸田城はともかく、岐阜城ってこの時代にもあったんでしたっけ？前身の稲葉山城についてはあんまり知らないんですよね。というか伊達が芝と宇都宮に攻められてる。いいよいいよ。足利に取られるんじゃなければ。そういえば筑前の塩路山というところには津島の金田の木と同時期に建てられた大野の木という城があるんですけどね。この山には戦国時代にも豊殺合戦で有名な岩屋城が建てられてるんですよ。やっぱり時代が変わっても城を建てるところってのは限られてくるんですかね。そういえば金田の木と違って大野の木は現行の時もまだ使われていたそうです。もちろん建てられた時よりはだいぶ改修されていたそうですが。でももう子は塩路山までたどり着けなかったから、現行の際は城として使われたわけではなかったとか。要塞を落としたのに戦勝点が足りてない。伊達が落ちるまで待つか。この敵と追いかけっこするのがだるい。こいつら日本中を西に東に逃げ回りすぎだろ。でも日本だとまだマシな方か。敵が遠くに行っても見えてるのは全部の大名が足利の属国だからです。普通は敵が遠くに逃げるとユニットが見えなくなって見失います。日本みたいに小国が乱立しているドイツなんかは通行権もかかるので、どっち側に行ったのかもわからなくなります。普通は対戦国以外の領土に軍隊を進ませるには、軍事通行権が必要になります。戦国時代もそうじゃね。まあこれはシステム上の問題だから仕方ない。伊達が九州まで来ようとするの、頑張りすぎだろ。空入りの時でもお前ら九州に来なかったじゃねえか。あ、伊達が越後だけになった。そして次の瞬間には足利に併合された。最後に残された土地ですら生きることを許されない伊達。やっぱり足利は滅ぼさなきゃ。まあ足利が取らなくてもこっちが取ったんですけどね。大内軍も全滅させたのでそろそろこうは。もちろん全土併合。軍事点がカツカツです。このゲームは制度っていうシステムがあるんですけど、制度を受容しないと技術レベルを上げるのにデバフがつくんですよね。で、大体の技術はヨーロッパで発生するから、日本とかアジアの国は軍事点を使って受容しないと時代に乗り遅れる。でも日本で受容したら海外に伝播しにくいから、技術格差でマウントを取れます。ちなみにこれは時代ボーナスというシステム。これをいくつか達成すると黄金時代というバフを乗せることができます。この黄金時代、めちゃくちゃ強力ですが、出し惜しみせずに早めに使った方がいいんですよね。
やっと余裕ができたんで芝に宣戦布告。カット。からの全土併合。残る宇都宮にも間髪入れず宣戦布告。からの全土併合。これで宋を除くすべての属国は足利からはいなくなりました。次の瞬間足利が日本に変身。このゲームいくつかの条件を満たすと、日本に変身できるんですよね。で、宋が宇都宮を滅ぼして条件を満たしてしまったと。こっちも日本に変身するつもりだったんですが、日本がいる間は日本になれません。何言ってんだこいつ。とにかく足利を完全に滅ぼさないと日本になれなくなりました。そんなわけで独立戦争を開始。独立戦争を行うと安定度がマイナス3されます。具体的にはめっちゃ不安定になります。はい、ここで安定度マイナス確定の隕石イベント。まるで見計らったようなタイミングで草。そして思ったよりも苦戦してしまった。安定度が下がってデバフがかかると軍隊も弱体化するんですよね。足利の土地にも反乱軍はいてるし、これは戦勝者の反乱軍かな。内憂外患とはまさにこのこと。そろそろ講和しないとこっちもやばい。とりあえず要塞の州と、開発度が高くない土地をもらって講和。これで足利を無力化できました。あとは停戦期間が明けるごとに殴っていくだけです。属国から解放されたので、これで海外にも進出できるようになりました。室町幕府から独立したところで、この動画はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。